皆さんこんにちは。小学6年生の算数と国語を確認していきたいと思います。今日からは前回もちょっとやってはいるんですけど、今日ね本格的にですね、分数の掛け算をやっていきたいと思いますが、まあ、やり方が分かればですね非常にやりやすい計算になりますんで、しっかりまず押さえていきましょうというところですね。はい、基本の形としましてはですね、分数の掛け算っていうのは下の分母同士とそれから上の分子同士で、これで横同士で掛け算していくんだよっていうのが基本スタイルになります。ですので3分の1かける4分の1っていうのは 3×4 で12で、1かける1で1だから12分の1という、こういう形になるわけですね。それですので7分の3かける5分の2も35分の32が6っていう形で35分の6、8分の5かける4分の3も8432と5315で32分の15という形で書いてもらうといいです。でここで一つ皆さんにちょっと、押さえておいてもらいたいのが、結構あの分数の書き方慣れてない人って分子から書いちゃうんだけど、順番的には下から上の順番で書いてもらうといいですね。読み方も32分の15っていう形で分母から分子に向かって読んでいきますので、その順番で書けるとあの非常にいいですね。なんでできれば15からこう上から書いて下32って後で書いちゃう人たまにいるんですけれども、できれば下上下上の順番で書けるといいでしょう。で、4番からちょっと大事なですね約分というのが出てくるので、これをしっかり押さえてもらいたいんですね。約分って何ですかっていうと、まあ、基本的にはこう斜めでちょっと見てもらいたいんですよ。斜めで見てもらって、まあ5と3それから、6と4ですね。で見てもらって同じ数字で割り切れるものは割っちゃっていいんだよっていうのは約分なんですね。そうすると5と3っていうのは1でしか割れませんので、1はやっても意味がないから、気にしなくていいですけど、6と4って2で割れますよね。両方とも2で割れます。こういう時に、6と4に斜め線入れてもらって両方とも2で割ってもらって、数字を小さくしてより計算をやりやすくしちゃいます。はい、そうすると6割る2だから3で、4割る2で2ってことだよね。そうすると差段が9で、5に10っていうことで9分の10という、こういう形でやっていくというね、この約分というのはすごく大事なものになりますので、これは絶対身につけていきましょう。1と9分の1という対分数にもなりますが、仮分数のままで全然構いません。これに関しましては別に仮分数でも全然いいですから、答えはね。それなんで3分の5と9分の10もこれ3と9を見てもらうと3で割れますので1と3になりますね。3÷3は1、9÷3は3で、5と10見てもらうとこれもできるのでぜひやりましょう。約分できるところはもう積極的にやっちゃっていいので、両方とも5で割ってもらって5÷5で1、10÷5で2、ね、だから2分の3、まあ、ないしは1と2分の1ですが、仮分数だけでもいいし、まあ、対分数の明日だと対分数でもいいし、ね、まあ、基本的にはね仮分数のままでいいよっていう形でやっちゃいます。で5分の 3×12 分の 7×9 分の5って3つあるんだけれども、基本やり方変わらないんですね。でまず1個ずつ見てきた方がいい。例えば3で見ましょう。3をねと5、12、9の中で3割れるのって12と9両方あるんですよ、ね、これ2つあるんですね。で、あ、2つあるからこれ3つやっちゃうってことはできません、上下ともに1ペアずつしかできませんので、1つに対して1個の約分しかできないんですね。なんでどっちでやるかなっていうのは、それはそのちょっとね、やってる人の本人の好みにもよっちゃうんですけれども、まあ1つ進めるとすると、約分っていうのはあの数字を小さくして計算しやすくするためにやるんだよね。だからできれば大きい数字を約分しちゃった方が計算は楽になると思う、ね、なんで 3÷3 できれば 12÷3÷4 で、ね、こういう形です。で同じ数字が上下にあっても絶対に同じ数字はやっちゃった方がいい。これも11しかならないからね。であとは、もう一回見直してもらって7に対して約分できるものあるかなっていうのないよね。なんで、こちらに関してですが、これに関しましては、36分の7という形で入ってもらえれば OK、ね、こんな形ですね。36分の7、はい、続けてですね、丸7番もちょっと見ていってもらいたいと思いますね。丸7番なんですけれども、こちらの方 3×5 分の1なんですが、これ整数になってますよね。整数ですね。はい、
整数になってますので、こちらの方の整数っていうのは1分の 3×5 分の1ってこういう形なんですよ。整数の時って分母に1がありますからね。まあ約分ありませんので、このまま5分の3っていう形で出しちゃっていいです。で、9分の 5×6 も9分の 5×1 分の6なんで、これ3で割れますね。2と3ですね。なんで3分の10ないしは3と3分の1という形です。で、2と3分の 2×4 分の1っていうんで、これ対分数になってるんだけれども、対分数の時はまずですね、仮分数に直してください。3人が6で6に2足すから8だね。かける4分の1、仮分数に直さないとちょっと計算難しいんで、これ仮分数に絶対直す。で、約分してもらって3分の2とこういう形で出せると。はい、というわけで、分数の掛け算をちょっと紹介していきました。約分にはくれぐれも気をつけてやってみてください。では次、国語に移りたいと思います。一度画面変わります。はい、チェンジでいきます。はい、では国語やっていきましょう。アイスは熱いほど美味しいって内容でしたね。どちらが何のグラフか分かりますかっていう形で、まず3行目に書かれているんですけれども、棒グラフと折れ線グラフが表しているものをそれぞれ記号で選んでもらいました。棒グラフが表しているものっていうのは、アイスシャーベットの平均支出額っていう形で、まあ題名にも書いてある通り、アイスがですね、まあ暑い日に結構皆さんもですね、まあ、夏場食べると思うんですけれども、まあ、その気温とアイスシャーベットの支出額というタイトルのですね、形で、まあ、ちょっとグラフが出てまして、それについて述べている内容になります。で、折れ線グラフに関しては東京の最高気温の平均ですね。あ、まあこれから本格的夏が来ますんでね、皆さんもアイスをね食べる時期はね、機会が多くなってくると思いますね。まあ暑い時にアイス、冷たいアイス食べるの美味しいですよね。で、縦方向の目盛りは2本ありますとありますが、東京の気を表しているのは右側と左側どっちですかということではあったんですが、左側には円、右側には気温っていう形で単位が書いてありますので、こちらはやっぱり右側でしょう。で、アイスシャーベットの家計支出額が最も増加しているのは何月から何月ですかってことで、まあこれグラフを見ていただければわかると思うんですけれども、こちらに関してはですね、まあ棒グラフを見ていただいて、7月から8月、まあやっぱり夏本番ですよね。そこのところがですね、一気にビューンという形でですね、上がってます。で、それから最も減少しているのもやはり棒グラフを見てもらって、一番ポクーンとへこんでるところなんですが、こちらの方に関しては8月から9月ね、まあ8月がやっぱり一番ピークなわけですよね。で、これで8月過ぎていけばどんどん、ね、涼しくなってきますんで、食べる機会も減ってきますんでね、かくんとしてくださいですね。そして6年生のあるクラスの授業でグラフから読み取ったことを話し合いましたね。空欄に手を言葉考えて書きましょうとあります。6月と7月、東京の最高気温の平均もアイスシャーベットの支出額も、まあこれに関しましてはあまり変わらない、まあ、大体横ばいですね。どちらもね、棒グラフも折れ線グラフも大体横ばいになっています。で、最高気温の平均もアイスの支出額も1月から8月に向けて、まあ右肩上がりですよね。どん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 増えていて、8月から12月に向かって減っているわけですね。山のような形でグラフになっているねという形ですね。で、8月のアイスシャーベットの支出額は1月の支出額のおよそ3倍ですよっていう、すごい。で、棒グラフと折れ線グラフが1つに重ねられていますとありますが、その理由としましてですが、まあ分かりやすい関係性がね、2つの、内容と関係性が分かりやすいということですね。一目で、見れば分かるからね。はい、というわけで今回ここまでとなりますね。皆さんもちょっとよくね、確認していただければと思いますね。はい、では本日ここまでとなりますね。皆様また次回お待ちしております。ではまた。じゃあね。